配信してるんですが、なんか iPad でねしようと思ったんだけど、どっか行っちゃった。なんかこの部屋さ、物が多すぎてすぐねどっか行っちゃうのよ。こんばんは。今ねちょっとねあんまり配信できないんだけど、ちょっと課題をねこの時間でやろうって思ってやるじゃん。え、あ、今日って13日？ああ、これね。で、ちょっとパソコンでカチカチやってたわけですよ。で、韓国語の課題をね私は終わらせたんだけど、なんかさもうパソコンの使い方わからんっていう感じなんですけど、まあ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 横顔も綺麗だって嬉しい。いや、優しいね。なんか、ね、お洋服かわいいでしょ。みんな今日は何お仕事中？仕事中かな。スタバ最近行きましたかって、ね、なんかその体調が悪くなって1日目、あ、体調が悪くなって1日目になんかそのお姉ちゃんがいろんなものをね買ってきてくれるということで、私はスタバを買ってきてもらいました。だから最近かな、それからは行ってないじゃん。7連勤がまた、え、7連勤もしたの？お疲れ様。そう、それでスタバをちょっと利用させて、いただいたくらい。そう。めっちゃ体調悪かったけど、どうしてもスタバが飲みたくて、スタバなんだ。でもなんかそのフラペチーノとかじゃないよ、重いのじゃなくてちょっと軽めの。今日も素敵なおでこですねって。綺麗ですか？
綺麗ですか？毎朝ねえ、今日めっちゃ寒くない？そう、この服はワンピース。元気元気。そう、結構ね、いろんなメンバーも心配して、連絡とかね、くださったりして、優しいですね。横顔もいいねだって。本当に？黒髪いいね。そう。でもなんか茶色い方が好きってね、言う人もいるよ。まあ人それぞれだよね。おでこ今日も健全に頑張っております。辛いカレーラーメン食べたら熱くなったって。辛いもの食べたら確かに熱いだろうな。私辛いものさあんまり食べれないんだよね。なんか辛い人でも私の周りは辛いもの好きな人が多くて、そうだからね、結構赤辛とかよく行くんだけど、この間もひなのとね、元チームメイトの赤から行ったんですよ。ひなのとはよくね会ってるんですけど、定期的に、もう定期的に会わないともう無理っていうぐらいね、ちょっと会わないといけない存在なんですけれども、ひなのと赤から行ったんですね。で、なんかさ、赤からってさ、たくさんさ辛さのさ段階があるじゃん。でその辛さの段階が何まであるのかな、 10？そう、キミセレのひなの、野田ひなのちゃんね、あの10ぐらいまであるやんね多分。それで3が一番なんかおすすめみたいな言われてて、で私はいつも2から、もう下から、下からってどこを下にしたらいいか分からん、いや1だよね普通、下から2番目の2にしてたんですよいつも。本当に辛いの苦手で、2辛ぐらいが私的にはちょうどいいなって思ったんですけど、まあ、最近はここ数年は3辛にしてるんですけど、それでも辛いですね。3辛でも辛いですし、なんかでも私はその後の締めが好きなの。みんなはさ、締め何？赤からとか行くかな？締めが何個？ 4 種類ぐらいあるよね。ラーメンとか、リゾットとか、あと何だろう、麺？私は絶対チーズリゾットにしてるんですけど、そう、だからひなのって時もチーズリゾットにして、でも2人ともお腹いっぱいで、で、私は赤からのデザートの芋の、お芋のさアイスのやつがめっちゃ大好きなのね。で、でも頼むの忘れてて、そうなんか気づいたらラストオーダーですって言われて、でラストオーダーの時に言えばよかったのに、なんかそのお芋の存在忘れてて、あ、大丈夫ですって終わっちゃったのね。で終わってから、あ、お芋頼むの忘れたって言って、でももう遅いからまた今度来ようって言って
で、なんかその後になんかスクラッチみたいなの渡されて、紙赤からのね、かてなんかその宝くじみたいにその削ったらさ何等とか出てきてさ、まあ一番低いので何百円割引みたいな感じのねスクラッチを渡されたんですね。で2枚その2人分もらったから、私がそのね10円玉で買って削ったら、なんといっぱい赤から1杯分無料みたいな、1人前か1人前無料みたいでして、えっ、ひなの見て1人前無料らしいよって言って、最高じゃんって言って、でもう1枚も1人前無料だったらいいのにねとか言いながら、あのもう1枚も削ったらもう1枚も1人前無料だったの。だから要するに2人前無料になったってことね。だから実質無料ってことね。だからひなのに、でもそれが使えるのが1月のいつからかだったのね。だからひなのとまた1月来ようって言って、だからその時には絶対お芋さん頼みますって決めました。そう、大当たりだよね。なんか多分上から2番目くらいにいい賞だった。で一番上が何だったかはちょっと覚えてないんだけど、上から2番目くらいにいいやつだった。うん、だからひなのと行こうねって約束しましたよっていうエピソード。最近でもないか、いつだ、いや最近っちゃ最近なのか。そうやっぱり寒いとさ鍋が食べたくなる。あと私はなんかしーちゃんに、あしーちゃんに火鍋をね、あ出た、しーちゃんと火鍋を食べたんですよ、ちょっと少し前に。で火鍋ってさ、みんなどんなのか想像できる？なんか火鍋ってさ、私あんまりイメージつかなくて、どんなものだろうって思ってたの。食べたこともないし、なんかでもしーちゃんは確かによく言ってるの、火鍋食べたいなとか言ってて、火鍋ってなんだろうって実はずっと思ってたんですけど、あのね行ったんですよ、しーちゃんと火鍋。そしてめっちゃ美味しくて、なんかまあ独特な味だけどめっちゃ美味しかった。あこれはハマるわって思った。なんかそのどんな味なんて言われたら説明できないんだけど、でもなんか独特な味がしました。でも美味しいよ。なんかその鍋の中に木の実みたいなのとかたくさん入ってるの。なんか薬味みたいな、そのさ木の実とかさ、丸いなんかすごいよくわからん物体とか、なんかちょっと危なそうなものがいろいろ入ってて、そうでも美味しかった、めっちゃ美味しかった。辛いんでしょ、なんか辛いのと辛くないのがあって、で私たちは辛いのと辛くないの2つその楽しめるやつにしたんですけど、まあちょい辛、私でもいける、私この辛さに苦手な私でもいけるっていうくらいの辛さ。そう、危なそうなものがたくさん、なんか丸い玉みたいなのがたくさん。でもさすがにそれは食べれないよ、そのもちろんね、多分風味付けなのかなんかよくわかんないけど、あとなんだろうな、私が今一番なんか食の話ばっかりでごめんねなんだけど、私が今すっごい今食べたいなって思うのは、あのさマックのさグラコロみたいなやつ、お鍋食べたくなったって佐々木さんが。そうなんかさ、特に今日とかさ寒いしさ、やっぱ寒い日って鍋しか勝たないって感じですよね。丸い玉みたいなもの言い方が、え本当に丸い玉だった、なんか、あえ間違った間違った、あ間違った、なんかうん丸い玉、たまたまちゃんが何個かいました。グラコロ何の略か知ってる？だって、いやわかんない、
グラタンコロッチェみたいな、服かわいいだって、よだれかけみたいです。そうだからみんなも火鍋行ってみてほしい。火鍋食べたことないなって人絶対多いと思うから。え、グラタンコロッケ合ってるなってすごい、私めちゃくちゃ適当に言ったんだけど、え、すごくない？普通に正解しちゃった。でも私はマックの中では月見バーガーが一番好きだから、月見バーガーの存在忘れられない。え、そう、本当だよ。火鍋ぜひ行ってみてください。美味しいです、火鍋。なんかね、いろんな種類のたまたまちゃんがいるから、なんか可愛がってあげてください。なんかね、どっちも、そのさ、なんて言うんだろうな、でも食べちゃダメなんだよ、もちろん。なんか食べれないのはまあ分かってるんだけどさ、うん、食べれないのは分かってて、分かってるんだけど、その、あ、これでなんかその風味付けてるんだな、風味っていうのか分かんないけど、そう、多分みんなもたまたまちゃん、なんか愛嬌が湧く。やっぱりみんなもおなじみとして、そう、え、火鍋なんとかってお店、え、私そこに行ったんだよ多分。そのね、読めなかったもんだってそのお店に行ったんだよ。でもなんか漢字とか似てる。出した持ち込み可能。え、そうそう、だから持ち込み可能でも私も持ち込み可能だった。そのさ、自分がさ丸いから、なんかもうさ、だんだんね、なんか自虐にするようになっちゃった。だから私も持ち込み可能だったから、あの、そうそう、全然みんなは当たり前なんだろうけど、あのね、私も行っても行けたから、なんか頭痛くなってしちゃった。そうそう。そうそう。なるほどだって、そうそうそう。そうそうそう。本当に美味しいから、ぜひ行ってみてください。もういろんな人に言ったもん。そういえば火鍋、あ、なんか初めて食べたんだよねって言って、めっちゃ美味しかったよって言って、みんな食べてみたい。で、火鍋食べてる時ぜひ思い出してください。たまたまちゃんが出てきたら私のこと思い出してください。あ、これひなこの言ってたやつだって言って、で、何の実か分かんないから聞いてきて。ひなこの火鍋、う、火鍋のたまたまちゃんが何なのかマジで、と、え、そうだよ。だから
謎なのよ。だから私も知りたい。ひなこさんって言うんですね。何を言うんですか？あ、ひなこさんっていう名前なんですねってこと？ひなこです。たまたまちゃんマジで、いや、わかんないの。なんかお店の人にさ聞けばよかった。なんかいろんな色のたまたまちゃんだったよ確か。写真撮ったんだよね確か、火鍋の。みんなも最近食べた美味しいものがあったらぜひ教えてね。ひなこってガーリーな女の子っぽい私服姿めっちゃ可愛い。だって本当に。そう、こんなんはね久しぶりに来てよ。でもパフェ食べてきたっていいな。甘いの食べたいかもしれない。ウェブサイトにたまたまちゃん詳細で マジ？見よっかな、じゃあ。元気になったってなったけど、なんかちょっと今は頭痛いの、なんか謎に。昨日行った居酒屋さんが何食べても美味しかったらしく。え、知りたい！どう、な、何、何々店？何々お店。最近はくるみ食べて、くるみから割って食べてた気がして。え、大丈夫？なんか痛そう、めっちゃ。尖ってたりするんじゃない？ひなこさんって外見クール系なのに話してる内容面白いから自分も。何ですか？外見クール系ですか？ぶっ飛んでますよ。いや、そんなことないか。でも最近はちょっとおとなしくなりました。寝不足だって。うん、寝不足かもしれないな。私もう19歳で、もう来年には二十歳なので、ちょっとおとなしくなりました。じゃあそろそろちょっとランキング見ますね。13位ムムさんありがとうございます。ちょ、急ですけどありがとう。12位ガリちゃんありがとうございます。11位、ナスカ、ピニャコ、ヤナちゃん、おいしさん、ありがとうございます。10位、カッチョ、トマコ、ヒナコ、おいしさん、ありがとうございます。9位、クマジロさん、ありがとうございます。8位、ダブルワットマコ、ヒナコ、おいしさん、ありがとうございます。7位、プチーニさん、ありがとうございます。6位、マボロシさん、ありがとうございます。5位、ペロペロチーノさん、ありがとうございます。4位、にゃーかとまくなこしさん、ありがとうございます。3位、ゆきたん、ありがとうございます。2位、あゆちゃん、ありがとうございます。そして1位は、ひらっぴあとまく、ひなこりめろめろさんでした。ひらっぴさん、ありがとうございます。ひらっぴさん、ありがとう。ありがとう。それでは見てくださってありがとうございました。また配信したいと思います。ごめんなさいね、急に始めちゃって。それではバイバーイ。